ゲゲーパンチは宮城県仙台市発祥とされるカクテル。日本各地で様々な別称も見られる。氷を入れたタンブラーにピーチリキュールを入れ、適量の冷たいウーロン茶で割れる。レモンスライスを添える例もしばしば見られる。ウーロン茶の苦味の部分がピーチリキュールによってほとんど相殺され、フレーバーティーのような味になり、ウーロンハイよりも飲みやすい。ウーロン茶の代わりに、 別の茶を使用ピーチリキュールの代わりに別の種類を使用1991年仙台市の歓楽街である国分町のショットバーサウサリートカフェのバーテンダー黒沢良一が酒の苦手な常連の女性客のために作ったのが最初とされているこの女性客が当時流行していたレゲエミュージックのファンだったためレゲエパンチと命名された その飲み口の良さや勘弁な製法が受け、国分町の飲食店の間に広まった。若者の間に爆発的に広がったのは、1990年代後半のクラブブームの時で踊って喉が渇いたところでバーで頼む飲み物として市民権を得た。すなわち汗をかいたからといって安易にビールを飲むと腹が張ってだぶついてしまい、一晩中踊るような時には、 都合が悪いが、レゲエパンチならそのようなことはなかったからである。このような背景もあって、地元仙台では短期間のうちに非常に知名度の高い飲み物となった。かつては浅井博助らも絶賛したという。現在では仙台の飲食店における一般的なメニューとなっており、メニューに載っておらずとも大抵は頼めば作ってもらうことができる。中にはわざわざ、 裏メニューにしている店も見られる。2006年のテイゼンデラストリートジャズフェスティバルイン、仙台において黒沢良一がオリジナルレゲエパンチ T シャツを仙台メディアテイク前のテイゼンデラ通りでのアートイベントで企画販売した。合同主制株式会社からビニールのレゲエパンチが発売されている。味は似ているがピーチリキュールを用いていないため。 なんちゃってレゲパンに属する。このカクテルは各地に急速に広まったが、ローカルな独自名称がついているケースが見られる。例えば、ウーロン茶から連想される中国のイメージから北海道ではクーニャンと呼ばれると言われているが実はその歴史には微妙な違いがある。1996年函館のバー、C レベルの常連客がピーチリキュール 30cc とジン 10cc を ウーロン茶に入れて好んでオーダーし、それをウィットに飛んだジョークで、ピーチクーニャンと名付けた。その後、函館市内を中心に流行したが、水格の口伝えが進むにつれいつの頃からかジンの入らないただのピーチウーロンのことを、ピーチクーニャンと呼ぶようになり、その果てにはそれを略して、クーニャンと呼ぶようになった。本来高々 10cc のジンが入る入らないで、 果たして別物かというやからも存在するが、その議論は、カクテルという定義のもとではあまりにも乱暴であることは、バーテンダーの視点からすれば、一目瞭然のことである。よって、本来のレシピの、ピーチクーニャンと、レゲエパンチは別のカクテルであるが、上記の理由により現在は同一のものと考えられているケースが多い。関西では、上海ピーチという名前で認知されている。また、 チャイニーズピーチ、チャイナピーチ、ピンクドラゴンという名称も存在する。ただし、ストロベリー味のオリジナルカクテルをピンクドラゴンとして出している店も存在するため、すべてのピンクドラゴンがすなわちレベーパンチと同一というわけではない。他方、使われる材料を組み合わせた名称も存在する。鹿児島県ではペシェウーロン、その他の地域ではウーロンピーチ、ウーロンピー。 ウーピーあるいは、ピーチウーロン、ピーロンなどとも呼ばれている。ありがとうございます。